腹筋を追い込みたい方は今回のクランチがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たった20秒でしっかり効くロープクランチを紹介します。この最大のメリットとしては追い込めるというところにあります。通常腹筋をしていてもですね、まあ自分で10回20回回数を決めるなりすると思うんですけども、だんだんやはり腹筋の力が弱ってくるにつれて腹筋の動きがちっちゃくなってくると思います。そうなってくるとやはり自分に甘えが効いてしまうので、そうならないために今回はロープを使った追い込みやすいクランチを紹介します。もちろんロープじゃなくてこういった棒とかタオルでも全然 OK です。メリットとしては腹筋全体にしっかり効かすことができます。追い込めることができます。腰のストレッチをしっかりできます。反り腰の改善になります。デメリットとしては腰が硬い方は腰が丸くならないので腹筋に効きが悪いっていうのと、上半身の動きがねやっぱり悪くなります。通常こういう風にね腰が丸くなるのが、腰が丸くならないのでこういう風にね頭だけ起こして体はまっすぐなままっていう感じで腹筋になってしまうので、腹筋の収縮がね悪くなって効きが悪いです。で、股関節が硬いと難しいです。今回はクランチでも足を動かしますから、股関節硬いとですね足の動きが悪いんで、もしかするとねできない可能性があります。ではやり方を紹介します。通常クランチはですね、手は頭の後ろに軽く添えて足90度です。腰を床につけます。ここからクッグッと置きます。この時に負荷を上げたければ頭を上げてお腹だけを縮める。負荷を軽くしたければ頭を起こして腹筋を縮めるっていう感じで行うんですけども、この状態では下腹部に効きにくいっていうのと、あとは上部に効きやすいのでお腹のね上の部分だけがぽっこり出てしまう場合があります。そこで今回はロープを使って腹筋全体、そしてロープという目標がありますから、しっかりねそこを乗り越えないといけないので甘えが効かなくなるっていうのと、追い込めるっていうところがあります。腹筋全体を使う方法としては、起きた時に足をくぐらせる、お尻のところに持っていく、で体は寝すぎない、起こしたままこっからまたポーズですけども、ここでバンザイを一回します。バンザイをして腹筋を伸ばして、さらにこっから腹筋を縮めてといった感じで行います。ですのでしっかりね、ここが疲れてくるとくぐれなくなってくるので、しっかり体を収縮させてくぐらさないといけないという目標がありますから、腹筋にしっかり効かすことができます。これを一緒に20秒間やっていきましょう。紐がない方はタオルです。タオルの端っこを持って、ではいきます。お疲れ様でした。まあ、20秒というかね、まあ、20回ということでやりましたけども、まあ、大体1回1秒ぐらい、まあ、ペースがね下がらないようにしっかりねロープを使ってやってみてください。お疲れ様でした。では今回ねロープクランチということなんですけども、まあ、腹筋しっかり全体に効くっていうのと、収縮が早いのでねその分負荷がね上がります。
ですので腹筋をしっかり鍛えてね、溝深くしたりとか腹筋筋肥大したりとか、そういった方にもねおすすめです。まあ足がね通らない方、股関節硬い方はね膝をしっかり抱えれないので、もしかするとねくぐらせれない可能性もあると思うんですけども、まあ、できない方はね、まあ、できるようになるために頑張って、できるようになったら成長しているなということに気づいて、いろんなエクササイズ試してもらえたらと思います。もちろんいっぱいねこの短編の腹筋動画いっぱいあるんですけども、結構コメントできます、どれがいいんですかっていうところがねコメントで来るんですけども、もちろんスクワットもいっぱい種類がありますし、上半身の動きもいっぱい種類があります。ですので腹筋もいっぱい種類があります。なので自分に合った腹筋メニューを選ぶのがポイントです。例えば外腹斜筋ばっかり気になるんなら、腹直筋を使わない腹筋の短編動画、外腹斜筋が気にならない腹直筋だけでいいよって方は腹直筋ばっかり使うね腹筋動画を選んでもらえたらと思います。もちろん動画の中でメリットデメリット伝えてますんで、自分に合ったものをね選ぶべきです。結構このメリットデメリットが大事で、そこがしっかり理解できずに、ただね腹筋鍛えて腹筋が出てる、体脂肪が少ない人がやってる腹筋メニューっていうのをやっても自分に合ってるかはわからないと思います。自分に合ったメリットデメリット、太ももが筋肉質なら太ももが筋肉質にならないスクワットなどがいりますし、二の腕を細くしたいならプッシュアップとか負荷の高いことをせずに負荷の軽い上半身のメニューをしなければいけないですし、腹筋も同じです。自分に合った腹筋、お腹を引っ込みたいなら腹横筋のメニュー、腹直筋を鍛えたいならクランチ、外腹斜筋鍛えたいならサイドレイズなどサイドプランクなどをやってみてもらえたらと思います。まあ、基本的にはですね、まあ、迷ったらランダムに腹筋の短編タートルも押してますから、ランダムにピッと押してそれをするのがベストです。もし迷わずにね自分に合ったこれっていうメニューがあるんだったら、それをね毎日見ながらでも30秒20回とか、そういった短編にしてますからやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.